今回の動画はですね、キー級1000型1890番台ルシエル専用連結仕様のプラレールを開封したいと思います。ちなみにですね、税込み3300円にて音戸京急サメズ店にて購入しました。まあ、わざわざですね、まあ、東京のサメズまで行ってね、このプラレールを買いに行ってきたわけなんですよね。はい。まあ、ただですね、まあ、2022年ね、まあ、12月16日以降はですね、まあ、上岡の京急百貨店のおもちゃ売り場だったり、まあ、京急のなんか駅中にあるね、まあ、セブンイレブンで一部の店舗ですけどね、もう販売始めるみたいですね。まあ、先行販売してるのはね、まあ、音戸京急サメズ店と、まあ、音戸京急のね、オンラインショップで販売してるみたいですね。まあ、あとですね、まあ、京急ミュージアムでも販売してるみたいなんですけど、まあ、そちらはね、まあ、入るのに事前予約が必要みたいですね。というわけでですね、まあ、早速開けていきたいと思います。それではですね、品川寄りの先頭4号車から順に見ていきたいと思います。はい、こんな感じとなっております。前面の方向幕の行き先はウイング号品川行きとなっております。車両番号は1891-4となっております。まあ、一応1000型なんでね、ここに1000ってデカデカと書いてあります。まあ、1000型ってどんだけシリーズいるんだよって感じなんですけどね。で、あとですね、この1890番台ってね、なんか顔が関西の私鉄にいそうな雰囲気してますよね。なんか南海とか阪神にいてもおかしくないような顔だなって思いましたね。なんかちょっと関西私鉄っぽい雰囲気があるんですよね。続いて左側面です。左側面はですね、こんな感じとなっております。1890番台の特徴であるですね、まあ、この細い窓もですね、まあ、しっかりと再現されております。なんでこんな細い窓がね、ここにあるかっていうとですね、まあ、ここにですね、まあ、前面展望とか後方展望を見るための座席があるからなんですよね。まあ、一応ね、そこの席の人もね、まあ、外見れるように申し訳出るようにね、ここに細い窓がね、ついてるっていう感じなんですよね。はい。っていう感じとなっております。はい。で、続いて右側面です。右側面はですね、こんな感じとなっております。で、屋根はですね、まあ、こんな感じとなっております。まあ、動力はですね、ワンスピードタイプのものとなっております。続いて中間3号車です。中間3号車はですね、まあ、こんな感じとなっております。まあ、左側面はですね、まあ、ぱっと見、よくいる京急の中間車っていう感じの見た目してるんですけども、右側面はですね、まあ、ちゃんと1890番台の特徴であるですね、まあ、トイレがですね、しっかりと再現されております。まあ、ここの部分はね、トイレがあるんで窓がありません。で、あとね、まあ、ちゃんとルシエルのシールがここに貼られております。まあ、ちょっとね、ルシエルのシールちっちゃいなって思うんですけどね。まあ、なんでかっていうとですね、まあ、プラレールって、まあ、本物の車両のね、半分の長さしかないんでね、まあ、どうしてもやっぱ、キュッてなっちゃうんですよね。なんであの、ルシエルのシールがね、ちょっとちっちゃいのかなって思いますね。まあ、プラレールって実物の車両の半分の長さしかないんで仕方ないですけどね。はい。続いて屋根でございます。屋根にはですね、パンタグラフがついております。パンタグラフはシングルアームのパンタグラフとなっております。続いて、三崎口新寿司、じゃなくて、寿司葉山寄りの先頭1号車でございます。後尾車はですね、連結器がついております。やっとね、まあ、2100型と連結することができますね。はい。で、行き先はですね、ウィング品川行きとなっております。まあなんですけどもね、まあ京急1890番台って、まあ基本的に、まあ日中はですね、エアポート急行に入ってることが多いんでね、まあ方向幕エアポート急行に買いたいなーってちょっと思ってるんですけどね。まあでもね、ウィング号のために作られた車両なんで、まあウィングって表示してて当たり前なんですけどね。っていう感じでございます。はい。で、続いて側面です。まあ側面はですね、こんな感じとなっております。はい。で、屋根はこんな感じで、パンタグラフはありません。続いて、2022年6月に発売された、京急2100型の専用連結仕様と連結したいと思います。まあ、これでね、ようやくね、2100型のですね、まあ、連結相手がですね、発売されましたね。それではね、まあ、2100型と連結したいと思います。はい。これでですね、まあ、朝の12両編成で走る、モーニングウィング号がですね、まあ、再現できますね。まあ、12両編成ってね、私鉄最長ですからね。次は、プラ列車カードを見ていきたいと思います。京急1000型1890番台、ルシエル。京急1000型
1890番台ル・シエルは、京急車両として初めてロングシートからクロスシートに切り替え可能な自動回転式座席を採用し、トイレや全座席コンセントを設置するなど利便性の向上を図り、車内設備を一新した車両です。2021年5月から運行を開始し、2022年には鉄道友の会が選定するブルーリボン賞を受賞しました。2022年8月現在って書いてありますね。最後は走行動画をやって終わりたいと思います。駅をご利用いただきましてありがとうございます。モーニングウィング3号品川駅です。品川までの途中停車駅では降りることはできません。座席指定中です。指定されたお座席にお座りください。ご視聴ありがとうございました。またのご視聴をお待ちしております。チャンネル登録がまだお済みでない方は、チャンネル登録をすると便利です。